清水隼人は、日本の政治家。埼玉県埼玉市長、元埼玉県議会議員。埼玉県戸田市生まれ。その後大宮清水畑、中学生からは、浦和し時は、中尾で過ごし、結婚後は再び、大宮市堀崎町に居住している。大宮市立植水小学校、明治学院中学校、明治学院東村山高等学校卒業。 日本大学法学部政治経済学科在学中、タイの難民キャンプで難民支援のボランティアに従事したのをきっかけに世界の紛争地域を回る。日大法学部卒業後、松下政経塾に入塾し、1988年に卒塾。1995年4月、埼玉県議会議員選挙に当時の南第6区から立候補したが、再開で落選。その後、 土屋品子衆議院議員の公設第一秘書を務める。2003年4月、埼玉県議会議員選挙に自由民主党公認で、現在の南第六区から立候補し、同区でトップ当選を果たした。県議時代は、拉致議連幹事を務める。2007年に再選。2009年2月、自民党を離党し、埼玉市長選挙への出馬を表明。翌3月26日、 埼玉県議会議員を辞職。5月24日投開票の埼玉市長選挙に、渡辺義美、枝健次らが結成した国民運動体日本の夜明けの推薦を受けたほか、独自候補の擁立を断念した民主党の埼玉県連の指示を受け、無所属で出馬。民主党埼玉県連代表の枝野幸男が選挙対策本部長に就任し、選挙対策を取り仕切った。 現職の相川総一埼玉市長は自民党埼玉県連と公明党埼玉県本部の推薦を得て参戦を目指して部所属で出馬。民主党埼玉県連幹事長の竹政孝一はこれまでの選挙で相川の支援を受けていたため清水の積極的な支援は行わなかった。同じ県連に所属する国会議員が別々の候補を支援する分裂選挙の様相を したこの他、自民党を離党し、衆議院議員を辞職して2005年の市長選挙に、続いて出馬した、中森福世、旧大宮市長の進路を通る広しの支援を受けた前、埼玉市に日本共産党が推薦する元埼玉県議の松下、広氏、2001年の市長選挙に続いて出馬した、土屋義彦元埼玉県知事の特別秘書の総勢6人が、 立候補した。民主党は、この埼玉市長選挙第45回衆議院議員総選挙の前哨戦に位置づけ、党本部推薦候補並みの支援体制を敷いて、清水を支援。小沢一郎民主党代表の辞任を受けて就任した、鳩山幸雄新代表が就任後初の地方遊説を行ったほか、菅直と前原誠二名古屋市長の河村隆ら、 民主党幹部らが頻繁に選挙応援に入った。清水は、辞典の愛川を大差で破り、初当選。投票率は42.78%。5月27日、埼玉市長に就任。2010年12月21日、地域政党、埼玉会延隊を設立し、代表に就任したが、活動の境外化が指摘され2012年に解散した。 2013年5月19日投開票の埼玉市長選挙に再選を目指して出馬。前回の市長選では民主党の支援を受けたのに対し特定政党の支援を受けず埼玉県議時代の先輩であった自民、公明両党が推薦した全埼玉県議、全埼玉市議で2001年の市長選挙に続いて出馬した吉田一郎。 共産党が推薦した旧岩月市議ら3人の新人候補を破り再選を果たした。投票率は37.98%で、これは埼玉市長選において2番目に低い投票率であった。2016年には国際芸術祭埼玉トリエンナーレを開催9月24日から12月11日までの79日間にわたって行われた。 30万人を目標としていた来場者数は36万人を数えた。一方、およそ8億円の事業費がかかったことや、トリエンナーレを担当する市職員が時間外労働を強いられたことに、埼玉市議会は反発した。2017年の埼玉市長選挙に民進党の支援を受けて出馬し、初の女性市長を目指して3度目の立候補をした。 元衆議院議員の中森福代や共産党が推薦した畜老祖協議会議長の前島秀夫と選挙戦を戦った。前回に引き続き、埼玉高速鉄道線の延伸のほか、大宮駅や浦和駅周辺の再開発推進、埼玉市立病院の建て替え、認可保育所の増設によって、待機児童の解消を図ることの必要性を訴えた。 5月21日に投開票が行われ、民進党の支持層や無党派層に加え、候補者の擁立を見送った自民党のうち、選挙前にこの一件が原因で自民党市議団より離反して、旧大宮市系と旧世野市系の一部の自民党市議で設立した会派、自民申請の支持層から支持を集め、20万3953票を獲得し参戦。なお、 投票率は過去最低の31.44%に終わった。2021年5月の人気満了が近づいた2021年1月、清水は4選を目指し市長選への立候補を表明し、2021年5月23日の投開票の結果4選。ありがとうございます。